スティーブ・アーウィンは、オーストラリアの動物園経営者、環境保護運動家、反捕鯨運動でも活動していた。アメリカでは、アニマルプラネットで、彼がホストを務めた人気テレビ番組、クロコダイルハンター、日本では、日本テレビの、世界丸見え、テレビ特捜部などでも紹介されていた。オーストラリア国内では、世界で最も有名な、オーストラリア人とされていた。 オーストラリア動物園でクロコダイルに餌付けするアーウィン1962年にオーストラリアのビクトリア州エセンドンで生まれ1973年にクイーンズランド州に移ったそこで両親がビー b ー爬虫類公園を開業し後にアーウィンが現在のオーストラリア動物園に発展させた妻はアメリカのオレゴン州で生まれこの動物園で働いていたテリーで 動物園は二人の共同経営になっている。二人の間には1998年生まれの長女ビンディと2003年生まれの長男ロバートがいた。アーウィン本人はクロコダイルハンターの愛称で国内外のテレビでタレントとして活動していた。しかし2006年9月4日現地時間午前11時にクイーンズランド州ポートダクラスのグレートバリアリーフでドキュメンタリー番組 海の危険動物オーシャンズデッドリーストを収録中にアカエイに胸を刺された。アカエイのトゲがアーウィンの胸に刺さり、心停止したことで死亡した。44歳であった。刺された際にアレルギー反応や心臓発作が起こったことも考えられる。アーウィンは自分でトゲを抜き取ったというが、レスキュー隊員が駆けつけた時にはアーウィンはすでに死亡していた。アカイには 尾の付け根に毒占を伴ったトゲがあり、それによって外敵を攻撃する。トゲにはノコギリのような返しがついているため一度刺さると簡単には抜けない。人が赤エイに襲われるケースは頻繁にあるものの命を落とすことは稀だという。それまでにオーストラリア国内では赤エイによって命を落とした報告例は2件しかなかった。 死の翌日の追悼式に際しては、アーウィンの親友だった俳優のラッセル・クローやアーウィンのファンであった女優のキャメロン・ディアスも参列し、オーストラリアのジョン・ハワード首相も連邦議会を中断して、哀悼の意を述べた。反捕鯨活動団体のシー・シェパードは、アーウィンの死後の2007年12月5日、アーウィンにちなみ、活動戦、ロバート・ハンターをスティーブ・アーウィン・メガボルト・スティーブ・アーウィンに解消した。 妻のテリーもシンシェパードの活動に賛同し、この解消を了承した。ありがとうございます。